2017年6月21日はデュエレコチャンネル4周年はい、ということですごいなよく続けられたと思います。はい、まあいろいろありました、この4年間。まあ一番なんかすごいなと思ってるのはチャンネル登録者です。1万人超えることができましたありがとうございます。当初は本当にまさか1万人超えるなんて思ってもなくて、1000人超えたぐらいでもわーすごいなとは思ってたんですけども、皆様のおかげで1万人超えることができました。この報告遅いなもう結構前に1万人は超えてたんだけどね。で今日は事前にですね、 Twitter の方で4周年なので、まあ、質問コーナーをやろうということで、この質問を募集しておりました。最初の動画とか4年前の動画とかも見てもいいんだけどね、自分で自分の動画見るのあんまり好きじゃないんで自分で自分の動画見るのあんまり好きじゃないんで、まあ見返りは皆さんでご勝手にお願いします。では質問コーナー行きましょう。好きなおっぱいは、いきなりこの質問なのえっ、ずめしないです。まあ強いて言うんだったら、はい、最近の環境についてどう思いますか？モルネク、サル、ロージアダンテ、まあこの3強かなと思います。多分ワールドホビーフェアとかで電動とかが発表されるんじゃないかなと思ってますので、まあそこでね、環境がどう変わるのかとか、あと診断が発表されるので、診断が発売されるのでそこに期待ですね。この間リクエストしたスリーブ動画のうにゃ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 、はい、こちらは買ってきました。いやーもう黒邪魔ストーンと、はい、一応ねドラスリとか買ってきたんで、これらをねまた紹介したいなと思います。で動画後で作ります。現在使用デッキ数と特にお気に入り、キンコングループ、まず先にそれが出るのはすごいな、キンコングループと、あと、ロージアダンテ、ジョーカーズ、ボシージョリー、ドミティウス、シロタン、バッシュギヌス、ラムダモルト、ガチロボ、あとドロマか、ドロマ、一応機能してるのはそこぐらいですかね。あとのやつはね、ちょっとパーツがあちらこちらに行っちゃったっていうので、ハローね、デッキ自体は、またカード入れれば復活できるので、まあ、オールデリートとか、チェインレックスのループじゃない方のチェインレックス。まあ、解体、半解体状態のやつも含めると12個デッキがありますね。その中でお気に入りか、難しいですね。お気に入り、やっぱ一番長く使ってるデッキ、ドロマはやっぱりお気に入りですかね。ロージアダンテとモルネク、どっちが強いと思いますか？他にどっちかっていうのは言えないですね。個人的にはなんかロージアダンテの方が強いんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、どっこいどっこいなところですかね。電動予想してください。電動予想か、そろそろね。そうですよね、ワールドホビーフェア、モルネク、ロージアなんて書かない、モルネク、ゴエモンキーループがそこの中から来るんじゃないかなとは思ってますね。はい、新旧メンバーでチーム戦みたいなのが見たい、これめちゃくちゃ言われるんですよ昔から見てくれてる方だったらね、ご存知ですけれども、まあ、僕が今いるのは東京なんですけども、今東京にいるメンバーがですね、エンドゥさんとナナシしかいないんですよ。僕が浜松、静岡県の浜松に住んでた時に、初期のメンバーとして活動していた、和部さんだったりとか、みそぎとか、あとはウッチとかも、そっちに浜松にいるので、何か機会があればやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。今まで一番印象に残ってる大会&対戦動画。やっぱあれかな、オールデリートオールデリートかな、ピットインさんの動画にも残ってるんですけれども、トップでオールデリート引いた試合ですかね。まあ、あの時はちょっとプレイミスを起こしちゃって、非常に迷惑かけちゃったんですけれども、はい、まあ、うまく決まったので、まあ、あの試合かなと思いますね。で、まあ、悪い意味で印象残ってるのは何だろうな。特にないですね。僕らの好きなところは、やっぱこの丸いフォルムですよね。まあ、このぬいぐるみ買ったのが、ワールドホビーフェアなんですけれども、メモリアルパックが発売してた時ですね。その時、ちょうどね、この子が、カゴの中にぎゅうぎゅうに押し詰められてて、でまあ僕がそれをちらっとね見かけた時には、この子は買うべきなのかっていうね、なんか運命を感じちゃいまして、そこからですね、僕がなんかモクロを好きになったというか、なんだろうな、このなんか可愛いんですよ。わかるかな、この感じ、手触りも良くて、この感じ、まあ、実際にモクロがいたらね、買いたいですね。買いたいじゃねえやゲットしたいですね。目録ください。ダメ、これ僕の。今まで買ったカードで一番高かった値段とそのカードは何ですか？鬼丸ヘッドですかね。やっぱり鬼丸ヘッドな、高いんだよな。当時3000、4000ぐらいしましたね。4枚
入れるときは、これなんかいろんなところで話してるんですけども、一度あのデュエルマスターズ あのリツイートキャンペーンじゃねえな、なんかアニメを見て感想を打ち込むと抽選でオリマルヘッドがプロモレッセンがもらえるっていうキャンペーンに当選したんですよ。はい。でその当選したオリマルヘッド売って通常のオリマルヘッドを4枚買いました。はい。で、まあ後々後悔したんですけれども、はい、すぐ電動入っちゃってね、後々後悔したんですけども、やっぱオニマルヘッドですよね。合算して1万4000円だとすると CC16 1万6000円ぐらいですね。はい、残ったお金で、大阪行ってきました。小学生の時好きだった人の名前を言ってください。結構プライベートなこと聞いてくるね。あ、名前を言っちゃえば、今後価値が上がっていくと思うカードは何ですか。診断が発表されていろいろカード見てたんですけれども、チェインデックスは今も結構お店の方でも上がってるっていうのは聞いたので、そこと、キラードンっていうカードがなかなかに厄介な効果を持ってるので、そのマフィーギャングのね、パーツをちょっと今後集めようかなとは個人的に思ってます。はい。まあ、何が高くなるかはね、まだちょっと把握しきれてないんでわかんないんですけれども、まあそこぐらいですかね。うん、ヒートジョッキー、メダリカとか、あとまあジョーカーズもなんだかんだ増えていくと思うので、そこら辺ですかね。はい、ということで、まあ尺の関係でね、ちょっと質問全部答えられなくて申し訳なかったんですけれども、質問コーナー以上とさせていただきます。たくさんの質問ありがとうございます。はい、ありがとうございます。チャンネルとかでね、随時編集してないやつとか、適当に撮ったやつとか、まあその辺適当に上げてるので、そちらをご覧いただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは今回の動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。